旧陸軍兵器局、ベルリン旧陸軍兵器局、ベルリン武器の付属品のコンテナの研修スタンプ1939陸軍兵器局は、1919年から1945年まで存在したドイツ国の兵器行政の中核機関である。陸軍のみならず、空軍、海軍の兵器の正式決定と調達補給を担当した。例えば、下方弾薬については、 空軍の降車法、海軍の中小火法の弾薬も無用な重複を避け一元的に担当した。当然、自動車類もそうである。1919年11月8日国防省に兵器局としてブルツバヒャー大佐をトップに設けられた。1922年5月5日に陸軍兵器局と改名された。1933年ゲーリングの率いる 航空省の創設とともに、同局の航空技術部は、航空省技術局に移行した。陸軍兵器局は、平時は陸軍総司令官に直属していたが、第二次世界大戦開戦後の1939年9月1日より、国内予備軍司令官に属するようになった。陸軍兵器局は大戦中何回か、組織変更があったが、 1944年7月1日時点では研究部門を持つ幕僚部と六部からなっていた。中央部、開発、試験部、技術部、工業生産部、弾薬量産部、審査部。人員数は1939年に比較して1944年には7000人から19万5000人に増加した。1945年1月15日。 バルター・ブーレフ表大将は陸軍兵器局から国防軍兵器局に組織拡大を図るが戦線の先鋭化により実行できず1945年4月中旬には陸軍兵器局の大部分は南バイエルンに移動し同年4月27日の命令により解体された。旧陸軍はドイツ中枢に認知されつつあった。 大島博士中毒大使館付部官の影響力を利用して、再軍備状況を視察するために、戦車の専門家、原乙美製保科を1935年11月から1936年1月にかけてドイツに派遣した。陸軍兵器局の兵器行政の一元的運用について抗議を受けるが、原材料、人材を奪い合う陸軍や海軍には真似のできないことであった。 フランスを降伏させた独位を視察するために1940年10月から1941年4月に山下智之陸軍中将を団長とする独位、軍事施設団が派遣されて、対ポーランド戦、対フランス戦における新兵器や新洋兵の実際を学んだ。同時期に海軍も同様な視察団を別途派遣し、特にレーダー兵器の進歩に覚醒する。これが、 あとの県独潜水艦作戦のきっかけの一つともなる。1942年5月には、日独軍事技術交流の第一弾として、兵器局弾薬班長のパウル・ニーメラー大佐が、封鎖突破船により、横浜に到着、整形作薬団の図面と模型が提供された。また大佐とは別の船で来日した、バルター・メルケル少佐と共に、日本軍に技術指導を行い、 陸軍はただに委員会を設置し、地上、航空兵器への応用研究に着手した。11月にはこれらの功績により、ニーメラー大佐とメルケル少佐に対し助訓が検討された。陸軍兵器局の最も有名な開発兵器の一つは V2 ロケットである。ベルサイユ条約の軍備制限のもと、長距離法の代わりとなる。 ロケット兵器の開発に着目したカールベッカーは1932年、当時に弾道、弾薬部長として、バルター・ドルンベルガーと共にまだ海のものとも山のものともわからない、ベルナ・フォン・ブラウンを液体燃料ロケット研究所に採用した。列車砲、ドーラも有名な開発兵器の一つに数えられる。ありがとうございます。